本日は南さんに急遽カメラの前に立ってもらっております。お風呂上がりのスピンです。スピンです。はい、ということで何明日ちょっと東京に用がありますよね、うん、はい、だから早く寝ようねっていう話をしてましたよね、うん、それがですね急遽泊まりになりましたので3泊4日、3泊4日緊急パッキング。もう夜遅いのでちょっと声控えめ。え、どういうこと？どこに？はい、明日の用事があって一回帰ってきて、その後、連泊でそう、また行くと思った、撮影っていう予定だったんですけど、うん、それが急遽、あ、もうつなげて、はい、帰ってきません。やば、それはスタッフしないとやばいじゃん、はい、そうなんです。緊急すぎじゃね？で、いろいろ持ってくものありますよ。あるよね。はい、あの服を選ぶところからすると何時間もかかるんで、服はもうちょっと大体決めてからどこと言い始めようかなと思います。はい、ですね。じゃあ一旦服で、メイクポーチ出してないの。あとスキンケアもそのまま入ってる、そのまま持ってきます。はい、ということでちょっとね、あの本当に緊急で申し訳ないんですが、じゃあでやってまいりましょう。それではスタート。お供がいますよね。あ、ねえね。はい。言った？まだ言ってない。じゃあそれは言わないと。はい。ねえねえに、パッキング報告の動画もお楽しみに。あ、お楽しみ。はい。それでは、パッキング準備をしてきまーす。はい。今、だいたい服の準備とか、下着とか。そうだ、いつもリュックで行ってたんですけど、リュックだとやっぱ入るものの限界があるんで、キャリーにね。それでは詰めていきたいと思います。じゃあまず洋服です。こちら、あ、靴下丸み、洋服を3日分と靴下も3日分入ってます。やばい、入るかわかんない。ここを開けるとこんな感じで、ちょっとね大きくなるんでこの分入るよっていう感じです。ちょっとね、新しく買った服を結構入れたんですけど、ニット系とか、あとね、ズボンはかさばるんで着回しにしようかなと思って、そう、2個ぐらいしか入れてないです。で、あとパジャマ、あ、パジャマの上が入れてない、やべやべ。で、こちらは下着です。やばいやばい、これだけでもうなんかやばそう。今こんな感じ。ちょっとトレーナー持ってくる。なんか普通に白いやつ入れます。はい、これはパジャマね。で、あと小物類入れるんですけど、まずこの中にはカラコンとピンとから落とすやつ、豆乳イゾフラボン、このまつげ美容液、これは小物系ですね。で、スキンケア、こちらファンの方にいただいたパックを、よかったら使ってねって書いてあります。ありがとうございます。洗顔と櫛と、ケープ代わりのやつとコームと寝癖直しっていう感じ、ほんと最小限ですね。こっち側にね、この子も、あとはただ単に私が持っていきたいスイッチ、ピンクシャンプーとメイク落としと、あの、私が使ってるフッ素入りの歯磨き粉で、これアイロンが入ってるんですけど、このクレイツのコテとヘアビューロン、これはまた明日の朝使うんで出すんですけど、まあ、とりあえずね入れておきます。だいたいこんな感じなんですよ、全体的にね。私がいつも持っていくものは、これをさ、リュックに入れろって言ったら厳しくない？よかった、キャリー新しくして。そう、なんでこのちっちゃいのにしたかっていうと、飛行機に預けないでも持っていける大きさなんですね、これ。あとは、ファンの方にいただいたアクセサリーケースに、アクセサリーいつもよく使うもの入ってるんで、これを入れます。なんかもう別に、あとなんだろう、替えのマスクとか。あ、でも最近これあんま使ってないんだよね。下にあるやつ使ってるから、マスクは明日の朝入れるとして、これ入れる。
携帯の充電器。これはあのディズニーで3姉妹行った時に買ったやつ。汚いここ。これ結構ポケットあるんで、ね、なんかいろいろ入れられますね。はい、私はもう終わりですよ。いいんじゃない。じゃあ閉じまーす。こんな感じ、鍵必要なくて、ここのなんか暗証番号みたいなやつやると、ここがカチャって鍵開くので、鍵なくしちゃったとかっていう必要がないんですね。これめっちゃ良くない？この白がね、色違いっていう感じでね、なんかあっさりと終わっちゃいましたけど。え、なんか忘れ物あるかってぐらいすぐ終わった。でもあと携帯入れて、ちょっとしたメイク直しのもの入れてみたいな感じだから、もう特に寝るものはないです。終了です。終わりました。私みなみの終了です。はい、じゃあねえねえにバトンタッチします。じゃあねえねえ頑張って。こんばんは、なつきです。何ですか？そのベッドにあるお菓子の袋は何ですか？あの明日、はい、予定分かってます？知ってます。はい、はい、そこでですね、はい、あの今急遽動画回しております。はい、はい、明日泊まりになったので、はい、緊急パッキングです。イエーイ。今から？あ、音だってこと？はい、耳はもう回してもらってます。あ、そうなんだ。じゃあ支度しなきゃじゃん。そうなんですよ、服装も決めなきゃ。はい。え、ってことは2泊ですね。そう、2泊です。君は2泊です。君は？君は2泊。みなみさんは3泊です。え、そうなの？はい。え、じゃあ私は一人で帰ってくる。あ、そうなの。はい。OK です。はい。ってことで支度をしろと。です。え、やばいね。お支度をどうぞよろしくお願いします。緊急パッキングです。いろいろあると思うので忘れ物しないように。はい、はい、それでは夏木のターンです。 Yes。 私はちょっと画面外に入れたいと思います。はい、はい、じゃじゃーん。色違い、色違い、これめっちゃ可愛い、うん、はい、じゃあ私いきますね。これは明日の服。はい、これはワンピースみたいな感じなので、これだけ。まあ2日目3日目変わるかもしれないんですけど。うん、お、可愛い。これシーン、じゃあ見て。え、可愛い。カーディガン去年の。あ、中にはナロソデはさすがに暑いかなと思って。暑いね。まだわかんないから一応半袖にしました。じゃん。これ私めっちゃ好きなの。 あれじゃん、あの後ろがね、こうバッテンになってる。1日2日もうズボンにしちゃう。うん、こっちだそうです。うで、あとは下着。はい、あとはメイク用品。はい、で、あと、あ、サージカルマスク。そう、あの予備。はいはい、替えのね、替えの予備と充電器。はい、これはね、今日まだ使うからちょっとまだ袋に入れてないんですけど、はい、じゃーん、ケープ。え、持ってくの？うん、じゃあいいや。ケープ退場。そうで、この中身がルルルーンのやつです。中身ルルルーン入れて。あ、そうなの？びっくりした。で、あとはタングルティーザーの櫛。はい。まあ、たまにホテルで鏡が。鏡ないとこあるね。そう。ちょっと私は鏡持っていこうかなと。これは、セリシュン君からいただきました。そうです。ありがとうございます。まあ、いつもの。リムバー。リムバー。ヘアゴム。からのシェーバー。からのオージュからのじゃあ私があげたやつ。まあ大事なコウムさんと、これはなんかずっと入ってる。蚊に刺された。あ、ちょうど膝に塗いいタイミング。で、洗顔をいつも入れてるんですけど、この洗顔以上かな。これは酔い止めは、酔い止めはしっかりカバンの中に入れます。ああ、そうですね。え、終わり。なんかさ、早くないって感じ。私も結構なんか怖いぐらい早く終わったもん。もう慣れてんじゃない？そうか。だって今詰めるだけだもんね。まあね。そこからもう下準備が時間かかるっていう。そう。じゃあ、あの、ちょっと時間があまりにも。余りすぎたので。余りすぎてるので。私のバッグの中身を紹介しちゃっていいと思います。じゃーん。まず、化粧。
ポーチ。ポーチ。私、あの、ファンデを卒業しようと思って、ね。お直しする必要なくなるので。まず、コーム。大事じゃない？大事。と、これ、アンドハニー。いたおいません。そして、じゃーん！アネッサー。です。肌見えないけどね。え、そうじゃん。待って。まあ、一日目は見えるか。あ、そっか。じゃん！はい、串、まあ、ロングさんには必要じゃないですか。そうですね。そっち側は必要だね。からのじゃん、酔い止めピーヤ。酔い止め、まあ、リモの酔いがすごいんですよ。はい。なので、あの、どこかで買ったやつ。はい。からのじゃん、シュシュ。シュシュ、シュ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 。はい。そうなんだ。めっちゃいいね。でしょ、これだろ。シュシュ。からのスマホ。ケース。ね、え、スマホ。からのミスティオール。これはですね、香水ですね。からの最後です。じゃん。え、びっくりした。なんか、呼吸しないもんな。前髪がもし、お亡くなりになった時に、カーンってなった時に、あげちゃおうかなっていうやつです。以上です。あ、イヤホン、私たち。あ、危ない。イヤホンじゃない。ここ。え、マジ危ない。よかった。ということで、こんな感じで終わりでいいんじゃないでしょうか。また閉めてくださいね。うわぁ。怖い。出た。いいじゃない、このキャリーケース。はい、ということで、今日はパッキングでした。ちっちゃい頃の真似しよう。え、ちっちゃい頃？今日は緊急パッキングをしました。いかがでしたか？もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。キモくない？キモすぎる。あ、待って、パジャマこれ入れるわ。あ、そうなの？忘れてた。うん、パジャマ入れます。入るね、それは。そう、これ入る。大丈夫。じゃあちょっと不変ですけど、せーの、最後まで見てくれてありがとうございます。それではバイバイ。もうガラコン取っちゃった。え、もうコンコンちゃんパンパン。これ取っちゃった。私は出ないよ。じゃあおやすみ。